あれ井上小足。誰何してんの大日本帝国憲法を書いた人。はい。だから、あれ、代表は、あの人ですけども、伊藤ですけども、実際に、あんた詳しいね。勉強してやってます。実際に本を、編成したというか、全部その文言を書いて、いたのは井上小橋です。で、ただね、その人が、しかも教育直後もやってるんです。だから天才中の天才なんですよ。ただね、うん、あんたそう言うけどね、はい、あそこに書いてあること全部ね、孟子が言ってることをコピーしてるんですよ。教育職校のこと、それとも大学の職校。あ、教育職校のこと、ああ、全部コピーしてる。そのまんま書いてる。コピーしてる。それ別に責めることじゃないんだけど、うんうん、そのまんま全部、加えてもいないし、減らしてもいない。だから、ほら、教育直後なんで、直後ということは直面直後なんで、明治天皇が、教育改善することに何とかしなさいって出したから、あれは直後なんですよね。いや、あれはね、僕はそれが戦後なくなっちゃって、はい。日本人はやっぱり精神的に荒廃したんですね。はいはい。で、僕は今回日本の精神を、味わかんなかったんだよ。うん。ね。で、日本の精神書き出してさ、で、こうやって読んでてさ、途中で気がついたんだけど、あれこれどれ取っても日本の精神、今の日本人持ってない。最悪なのは、教育直後の崩壊プラス、核家族化なんですね。ああ、核家族化ね。教育直後を失っても、各家庭での、それを継承して価値観になるんですよ。年配を、で、もっと言ったら、親の言うことを聞かなかったら、おじいちゃんおばあちゃんに行くっていう仕組みがあります。で、それでも嫌だったら、神様を見ているっていう仕組みがあります。で仏壇と神だな。よく知ってんね。僕って僕の家、日大住宅だったんで、実経験者です、それ。で、やっぱ親もね、神様見ていますよとかそういうことを、やっぱ、いうこと言う、別になんか宗教って意味じゃなくって、先祖とか、そういう仏壇だとか、あとは神様っていうふうに言ってたんですけども、でも何言いたいかって言ったら、核家族になると、うん、親しか言う、なんていうんですかね。じゃあもう、対象がないわけですよ。うん、子供にとって、うんうん。リスペクトするも何もないわけですよね。うん、で、しかも親は学校に向かせるわけでしょ。うん、でもって自分の子供に甘いわけでしょ。うん、成長しろってのは逆に難しいわけですよ。僕ね、中国の家族長かったんだけどさ、中国の、親子の関係って絶対服従なんですよ。うん、日本人のレベルじゃなくて、もうむちゃくちゃ言ってきたら服従なんだ。うん、だから子供がかわいそうなくらいね、服従なんですね。まあ、子供って僕の前の奥さん、うん。もうそれはひどいくらいむちゃくちゃ言ってくるわけですよね。うん、それを。でもそこの、僕はそれは分かってないんですけども、その中国のご家庭では、まあ、仏壇、神棚なんてないですよね。台湾ありますけどね。台湾は、文化大学名で亡くなったのかな？ないですね。だからやっぱりそういった意味だと、日本よりもちょっと、影響を先に出始めた、うん、核家族化といいますか、その親しか言うことを聞く対象がいなくて、でも親に絶対服従というところが、さらに重くのしかかってるって状況じゃないんですかね。いや、やっぱりね、日本と違ってね、彼らはさ、四書五経ね、はい、論語だけじゃなくて、はいはい、教育長は孟子だけど、はい、やっぱ彼らちゃんと勉強してんですよね。うん、だから、論語とか公教って部落高校の高等教育教だけど、うんうん、あんなのはまあ未だに中国人の、そこそこの家庭はね、うん、物心つく前に暗記させてるんですよ。じゃあ本当に帝王学だ。うん、それでね、うん、日本の政府というか、日本人が、まあ、GHQ もそうなんだけど、間違えたのがね、暗記やめさせちゃったんですよね。うんうんうん、あれが日本にとって致命的な損失ですよね。うんうん、で、話戻して書いてて思ったのは、うん、ほとんど日本の精神ってもう消えてないんですよ。だから日本人でアイデンティティないし、日本人って誰ですかって言われたら、我々は、まあ、信頼関係を最も大事にしますよっていうことも言わないし、
あの、もともとなんていうかな、なんか、もう、なんか、感覚で分かってくらいしか思ってないですね。いい加減なね、威厳とか尊厳がないんですよね、うん、簡単に言えば。だって、やっぱりなんていう DNA 以外に生まれた時持ってるのもないわけじゃないですか。だからやっぱり生まれてた後に受ける教育によって、やっぱりそれは、あの、方向がいろいろ変わってくると思うんですよ。ね、しかも道徳もやんないでしょ。だから、密教祖も大変ここに、広い影響に加担してると思うんですよね。俺ね、書き終わってから、気がついたのね。はい。これ、俺の書いたこといろんな人を批判してね。はい。お前、仏教だろうとか、神道だろうとか、儒教しか書いてないから、はい、いいだろうけど、そもそもさ、何もないんだってことが今気がついた。何もない。うん。僕は、いやー、まあ、僕は、失いかけてるところです。だから、もっと言ったら、だから、古事記って大切なんですよ。本当だ、あれは。古事記を読んで勉強しなきゃいけないんです。日本で勉強してる人いないでしょ。いや、だから、今、この前1300年祭があったので、それをもとに、ただ一つの団体では、日本っておかしな状況が一つあって、ホテルに、聖書を置いてあるんですよ。ああ、聖書ね。古事記置いてないんですよ。古事記は。ないでしょ。で、聖書。ね。で、それで、それを気づいた団体が、現代訳古事記ってのを書いた団体がいるんで、書いた人がいて、わかりやすく。で、それを、最初、いくつかの宿泊先に話したら、これみんな、無料で受けていただいたもんですって言うから、じゃあ、って言って、寄付プロジェクトを始めて、今、何十万冊？そうなの？日本中のホテルに、寄付金で金を集めて、それで、吸って、入れようと頑張ってます。そうなの？はい。で、そこに、アーロン・トゥインビーっていたじゃないですか。はいはい。あの人が言ってたことは、ね、神話を学ばず100年、続いて、100年経った国で、それ以後続いた国はない。それは神話大切なんだっていう考え方があって、だって、それに、違反して、それに反して残ったことない、実例がないって言ってるんですけど、今の話を考えると、やっぱり、そこに、その、子供の頃からの価値観っていう、そういうところがたくさん隠れてると思うんですよね。だから、今空っぽに、ね、状況は間違いないんですけれども、まだ1割2割可能性、持ってる人がいるとして、で、そういうような人たちもいて、これからまたリバイバルするかどうかっていうところだと思います。教育直後とか危なかったんですよ。あれだって何で作ったかって言ったら、あの時の若い子供たちが、そういう意識を持ってなかったから、やばかったわけじゃないですか。今、教育で全く日本の政治を教えてないけど、はい。僕はたまたま、園田に言われてね、儒教、儒学っていう、はい、全く僕は知らない。古事記も知らなければ、仏教も知らない。はい、儒学も知らないけど、そうだ、日本の聖書も何だって、あいつは儒学だって言ったわけですよね。はい、で、それが、彼から2年間教わって、はいはい、それで、ああ、やっぱり儒学すごいなと。うん、で、まあ、今回本書いたんだね。うん、だけど、書いてみて思ったのは、どれとってもね、昨日、おととい、3日か4日間読み直してて、日本人ってこういう考え方持ってるんだろうかって今あったら、持ってないんですよね。少ない、いや、大変少ないと思います。それはね。失いかけてます。それ言い方変えたら。その外国人にその日本人の精神はこれだよってことをね、リマインドさせるための本を書こうと思って書いたわけですよ。でも、自分で書きながら思ってさ、リマインドも減ったけどね。そう、当の本人が。お前が知らねえだろ。いや、おっしゃる通りです。でも、それで言ったら、ニトキのその武士道も、当時もっと厳格だったんじゃないですかね。いや、武士道だって今知ってる人、花栗もいないし。なんです。おっしゃる通りです。だから、でも、出版した時は、ニトキのその思っていた、その価値観っていうのを、やっぱそこまで継承しきれていた数、ご家庭っていうのもどれだけいたのか。いや、金子健太郎も言ってたけどさ、はい、もう武士道なんかねえよって明治の、日露戦争の頃ね、うん、言ってたんですよ。それも書いてあるけど。
もうない、その精神が廃れて、うん、だから100年前から廃れていたんだから、ましてや今なんかもうほとんど何も残ってないと。まあ、そういうことですね。僕はね、僕はね、その、今回帰りと思ったのは、僕は外国人、日本人とは誰かってことを説明するのすごく困ったって、やっと分かってた。なんで困ったんですか？困ったも言ったけどね、元ないね。はい、皆さんこんにちは、運野です。今日はですね、運野塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあこういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあこの収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに、私どもの運の塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語ではやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、各週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、各週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成しております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。で、以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。